こんにちは、皆さん。ヒランジンのハイダーです。今日も新しい可愛いペルシャ語のレッスンです。相変わらず最初はペルシャ語でストーリーを読んで、それから日本語の意味をみんなに教えます。さっさと始めましょう。ちみほり。눈에험해이제털에헤이리호시마자스베만함베데예클로그메모코람네미담فقط یک لقمه تو واقعا خیلی نون خامه ای رو دوست داری نمیدم وقتی میبینم با خوشحالی میخوری خوشحال میشم هفته بعد نون کاری میخریم. باشه من عاشق نون کاری هستم. どうだった？みんな、その意味がわかりましたか？わからなかった方にはこれから意味を教えます。ぜひ最後まで聞きましょう。ちみほり。ち、何？みほり？あなたが食べる。ちみほり。何を食べているの？نون خامه ای نون متوا نان و مچیرو پن نندس نه ککو توکی و نان تو ککی ماسو گا ایران جین گا یو توکی و نون تو ایماس خامه و کریم نندس نه نون خامه ای و クリームパンです。ヌネ、ホメイ、ですね。クリームパン。チェトレ。どう？このクリームパンのことなんですね。チェトレ。美味しいって感じかな？という質問。خیلی خوشمزه است. خیلی و معنی ما منابتان دایونه کناری توتمو خوشمزه است. کوره و خوشمزه است نو شور یکننده سگا خوشمزه است و اویشی دس. という意味なんですね。خوشمزه است.このものが美味しいです。به من هم بده یک لقمه بخورم. من و مچیرون واتشی به من واتشیه به من هم بده بده و کره هم و مو という意味なんですね。べまんはんべで、わたしにもくれ。やくろくめ。とくち、やくはとつ。ろくめは、まあ、小さい、ひとくちのことなんでしょ？やくろくめは、とつのひとくち。というのかな。
で一緒に一口いくろくね。僕ら、私が食べる。で、まんはん、べで、私にもくれ。いくろくね、一口。僕ら、食べます。私も、食べるように、一口をくれ、という意味なんですね、これ。涙、くれない、あげません。فقط یک لقمه یک لقمه はさっきの一口فقط はだけまたはただただ一口ですよ تو واقعا خیلی نون خامه ای رو دوست داری とはあなたですね。ペルシャ語であなたと言います。わがあん、本当に、フェイリ、かなり、とても、ヌネホメイ、クリームパン。ロは日本語でのおですね。ドゥストドリ、好きです。ドゥストは好きなんですね。ダーリというのは持つ。まあ、好みを持つ。ドゥストダーリ、好きということなんですね。と、わがあん、ヘイリ、ヌネ、ホメイロ、ドゥストダーリ。あなたは本当にとてもクリームパンを好きなんだよね。という意味なんです。涙、あげない。وقتی میبینم با خوشحالی میخوری خوشحال میشم. وقتی و توکی という意味なんですね。میبینم 私が見る。私が見るとき。وقتی میبینم 何を見る با خوشحالی میخوری اورشسونی تابرو با خوشحالی کنو با و ایشو خوشحالی اورشسا با خوشحالی و اورشسا تو ایشو میخوری آناتا گا تابرو آناتا گا اورشسا という感情と一緒に食べる、ぼこしょりみほり、あなたが嬉しそうに食べるということなんですね。私がそれを見るとき、わくてみびな、ほしょーるみしゃん。ほしょーる、嬉しいみしゃん、なります。嬉しくなります。ほしょーるみしゃん。私が、あなたが嬉しそうに食べることを見ると、嬉しくなります。ということなんですね。هفته بعد نون کاری میخریم. هفته بعد 来週ですね。هفته は週のこと。bad は次。hafte bad 次の週。noon kari。noon はもちろん、パン。kari はカレーですね。mikharim 買います。私たちが買いましょう。hafte bad noon kari mikharim。来週はカレーパンを買いましょう。カレーパン買いましょう。
باشه. من عاشق نون کاری هستم. باشه. وکاتا. من واتاشی وا عاشق ایشتر نون کاری カレー パン が ハスタン います。 私 が いる。 من عاشق نون کاری هستم. 私 は カレー パン が 愛 している。 عاشق 愛 する。 ハスタン いる という 意味 なん ですね。 例えば 私 は いる。 من عاشق نون کاری هستم. 私 は カレー パン が 愛 して います。 という 意味 なんですね。 どうだった皆さん。今日のレッスンは少し難しかった、または長かったかもしれませんが、みんなに教えたいことがたくさんある。なぜなら、このようなおしゃべりのペルシャ語はどこにも教えられていません。まあ、かわいいペルシャ語というのは、このチャンネルだけに存在することなんです。そして、ペルシャ語を学んでいる方々はほぼこういうペルシャ語が学んでいません。実際、このペルシャ語はテヘランで使われているペルシア語なんです。本とかでは学べないペルシャ語なんですよ。で、ぜひ、わからないところがあったら、コメントで聞いてください。それをコメントで、答えるか、またはもう一つの動画を作って、かわいいペルシア語の動画を作ってみんなに教えます。最後まで見ていただき本当にありがとう。では、次のレッスンで会いましょう。バイバイ。